OSG のブランドメッセージは Shaping Your Dreams、 お客様の夢を形にでございます。これはお客様、C では世界中の皆様の幸せのために役立つような企業であり続けたいという創業以来の願いをブランドメッセージとしたものです。アストロスケール社の岡田 CEO 様はじめ、研究者の皆様、宇宙開発に携わる全ての皆様が今まさにデブリ問題に真正面に挑戦しようとする姿に弊社は大きな感銘を受けました。 Shaping Your Dreams、 何かに挑戦する人たちを支えたい、応援したいという意味もあります。スペースデブリという言葉を聞かれたことはある方っていらっしゃいますでしょうか。赤い点がですね、宇宙のゴミでございます。で、実は非常に見にくいんですけども、ところどころに白い点があるんですが、それが本当の人工衛星でございます。本当の人工衛星約1000機でも、ゴミは、分かっているだけ、大きいものだけで2万3000個以上、飛んでおります。恐ろしいのは秒速 7.5km という、東京名古屋を約40秒ぐらいで飛ぶようなですね、速さで、進んでおります。で、この宇宙のゴミの問題がですね、何が本当に問題なのかということなんですが、2つございます。これ地球の周りにですね、赤い帯を描きました。赤い帯というのは地球の表面から高度 600km から 1000km ぐらいのところに、ある最もゴミが多い領域でございます。国際宇宙ステーション、今、ちょうど由井宇宙飛行士が戻ってこられたんですけども、は全部この赤い帯の内側にあります。高度400キロというところにありまして、ゴミをなるべく避けるように、おります。人類がこの赤い帯を最後に越えたのは、アポロ17号が最後になります。その後は、ここを越えておりません。もう一個の問題はですね、無人の衛星がですね、そこで、爆発したり、衝突したりして破片になっているということです。で、残念ながらこのここから生まれた小さな破片ですら秒速 7.5km で飛んでおりますので、他のものに当たるとさらなる連鎖的な爆発を起こします。で、大きいうちはですね、見えるんですね、地上からのレーダーで。だいたいどこら辺にあるかっていうのは、でも細かくなりますと、もう見えないので避けようもないですし、取りようもないというのが今の問題でございます。これを放っておくとだんだん連鎖的に、ぶつかって細かくなっていきまして、宇宙が使えなくなってしまうのではないかというのが今の宇宙業界のコンセンサスです。この1センチのものが、毎秒10キロメートルで皆さんにぶつかった時の衝撃を身の回りで置き換えますと、一般道を走る RV 車が皆さんに衝突したのと同じエネルギーを持ったことになります。なので、かなり危険だというイメージがお分かりになるかと思います。日本も捨てたもんじゃないと、チャレンジャーがここにいるということで、まず熱くなったのは事実です。そしてその後です、もっと驚いたのは OSG さんがスポンサーについた、日本の会社がという失礼な言い方かもしれませんけども、今大変保守的に回りがちな、無駄なものにはお金を出すなという時代になっているところもある今ですよ、 OSG さんが決断をしたという話を聞いてもう身震いがしました。で、実はですね、 OSG さん何に関わってるのと言ったところで、実は部品を一部加工させていただいております。これですね、そこに雪精密の大坪さんがいらっしゃるんですが、実は粋な計らいを受けまして、おいしいさんもせっかくだから何か作ってみたらどうですか。これ実は我々の名前だけじゃなくて、我々のパーツ、思い、夢というものをですね、一緒に空へ運んでっていただける、こんなプロジェクトになってきました。どん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 ですね、後付けでいろんな思いが乗っかってきて、非常に大きなプロジェクトになりつつあります。ミッションステートメント、 OSG は宇宙開発の妨げになっている宇宙のゴミ問題に果敢にチャレンジする
アストルスケール社の活動に共感し、2016年後半から2017年前半に打ち上げを予定している観測衛星イデア OSG-1 をサポートします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、私どもが OSG というちっぽけな、存在の会社がこの大きなスケールのですね、イディア OSG-1 という名前をいただいて支援をさせていただけるっていうのが、とにかく世界で殺し文句ですね。あなたこれ初めてですよって言われてもコロッと言っちゃったんですよね。質問コーナーの時間があると、宇宙ゴミの質問を受けることがほとんどなんですね。毎回と言ってもいいぐらい宇宙ゴミって聞いたことあるんですけど、どんなもんなんですか、どれくらい問題なんですか、どうするんですか、どう掃除するんですかとか、いろいろ質問を受けてきました。ですから皆さん少しずつ意識が高まってきているのかなという気がします。でちょうどそのいいタイミングでも今回アクションを取られたということに、もう本当に敬意と感謝を述べたいと思います。ありがとうございます。Dreams.Innovation. Service. Total solutions. Out of the box thinking. Shaping your dreams.